じゃあ、パート3のニューラルネットワークの推理。まあ、このセミナーの本論の部分がそこに入りたいというふうに思います。で、最初にザングたちが考えたことを紹介した後は、ざっとその手法を紹介しようというふうに思います。で、このトロピカルジオメティオブディープニューラルネットワークの著者たちが考えたことの概要を見ていきます。 まず基本的な問題意識ですね。これは初めにも述べましたけれども、ディープニューラルネットワークは人工知能、コンピュータ、ビジョン、音声認識。様々な分野のアプリケーションで大きな成功を収め、最近脚光を浴びているで。しかしながら、ディープニューラルネットワークの有効性に関する我々の理論的理解がまだ不完全であることもよく知られている。例えば、 どういう問題があるのかというと、ニューラルネットワークはその学習段階で見たことのないデータに対してよく反化する。そのことから、ネットワークに暗黙の秩序の秩序化、レギュラリゼーションと言ってますけども、その可能性が示唆されている。だけれども、しかし従来の複雑性の尺度ではこの現象を説明できない。デープニューラルネットワークの反化能力を生み出す、この暗黙の秩序化を理解することは依然として課題である。 で、残念ながらこの課題にこの論文を答えているわけじゃないんですけれどもね。で、我々の研究の目的は、ニューラルネットワークとトロピカル機関のつながりを確立することである。それがディープニューラルネットワークの仕組みに光を当てることを期待している。トロピカル機関学は、大数機関の新領域であり、ここ10年で爆発的な成長を遂げた。ただ、純粋数学以外では比較的無名の分野である。 で我々、レルーを持つフィードフォワー,ードニュアルネットワークに注目し、それがトロピカルダイスにおけるルーリ関数、すなわち2つのトロピカルタコ式シ FG の小の F over G ですね、の類似物であることをしました。まあ、先ほど述べたように、あの、パート2が述べたように、トロピカルタコあの、トロピカルダイスの F 割る G っていうのは F 引く G なんですね。実は普通の世界とひ比例になっちゃうんですよ。で、標準のタコシや有利近似。 三角多項式は有利禁止。まあ一つの多項式の代わりに多項式の割り算、比で禁止することが実数を上げることなく近似の質を大幅に向上させることが知られている。レルーニューラルネットワークは二つの多項式のトリプカル比、すなわちトロピカル有利関数である。より正確にはニューラルネットワークを関数ュート。皆さんは各ニ入はトロピカル有利者数である。実際我々は次のことをしました。レルー三角ユニットと 整数の重みを持つフィードフォワードニューラルネットワークで表現される関数の属がまさにトリプラル有利者層の属である。この関数属にはセミフィールド、これセミフィールドという単位ですね、存在するものが大地に導かれる。さらに重要なことはこのことがニューラルネットワークとトリプラル化学の架け橋となり、ニューラルネットワークをよく研究されているトリプラル化学の対象として見ることができるということでこの洞察によ,るより、 ニューラルネットワークの線形領域間の境界をトロピカル長ハイパース、あの、サーフィスに密接に関連づけることができる。で、分類に問題を受けるニューラルネットワークの決定境界をトロピカル長局面として研究することが容易になる。実は今回はこの辺の説明はうまくできない。最初にあの結論部分だけまとめの中からちょっと引用しておきましょさらにニューラルネットワークの複雑さを示す線形領域の数はニューラルネットワークのトロピカル表現による 関連するポリトークのチョーク。これはあれですね、ニュートン図形ってやつです。その数によって境界を定めることができる。最後に一つの隠れ要素を持つニューラルネットワークは、より深いネットワークの構成要素と記号するゾノトークによって完全に特徴づけることができる。これはとても大事な結論なんだけども、これは今回残念ながら、あの、時間、予定したんだけど、 間に合わなかったですね。で、我々は、レルーを持つフィールフォワードニューラルネットワークは、地裁なことを除けば、トロピカル有利ーーマップに過ぎないと主張する。それを理解するためには、しばしば関連するトロピ,トロピカル機関学を理解する必要がある。ニューラルネットワークの決定、境界、線形、領域、深さが表現力に与たる影響に対する疑問は、 トロピカル超局面、ニュートン多項式の相対細分割、ゾントープから交差される多角形などに関する疑問に変換することができる。大数機関の新しい分野、つトロピカル機関学の新しさは、代数と機関の両方、及び空の間への相互作用に由来する。数学の多の多くの部分野ともつながりがある。特にトロピカル三角代数とトロピカルコンベックス機関学の2つのトロピカル数学がある。 我々はこの豊かな主題のほんの一部にしか触れていないことを強調してもしきれない。このトロイプルな核とかのさらなる研究によってディープニューラルネットワークの他の謎が解明されることを期待している。というのが、あの、彼の,あの研究の、あの、問題意識であり、彼らが到達した、あの、到達点なんですね。 まあ残念ながら、その、あんまり詳しい説明はできないんですけども。あの、最初に、この部分は、ね、ですね、先ほど、あの、トロピエダイスの2つあるミニプラスとマックスプラスというふうに2つあると言ったんですけども、ね、まあ、こういうやつとこういうやつがあるんですが、今回はの実は後者の、あの、パート2で扱ったのは、あの、ミニプラスってやつなんですが、 今回扱うのは、ニュアルネットと関係するのはミニ、あの、m a x p l u の方なんですね。で、これを m a x スプラスというふうに呼びます。で、今までパート2ではミニプラスのトルクラル数学を利用してきたんですけれども、このサングたちの論文は m a x スプラスのトルクラル数学を使っています。で、m a x プラスを簡単に説明します。 で、なぜマックスプラスがやらなのかっていうのは、実は、例えば、ニューランネットの代表的な、彼はノンボジーシーがレルーを持つってことを非常に強調してるんですけどこれはわかりやすいと思います。レルーっていうのは、X がマイナスのときに0を返して、X プラスのときに X を返してます。これはマックスプラスの和を使って、レルーっていうのはマックスの X と0。X と0の大きい方がレルーなんですね。X プラス0。トリプカルの X プラス0で表現できます。レルーの表現にマックスプラスは向いてるんですね。 で、マックスプラスの練習問題。これは、まあ、先ほど同じなんですが、掛け算は同じですね。ただ、この、あの、3プラス100は、マックスなんで、先ほど3が帰ったんだけど、これ100が帰ります。これも同じです。これちょっと省略しますね。で、これも読んでください。基本的には同じ。あ、だから、あの単、単元。体元は、あの、あの、量産の体元はゼロで変わらないんですが、まあ、ベクトルについても、これはまあ、 読んでもらえば、あの具体的な計算、まあ。違うのは分かると思います。で、ニューラルネットワークとそのトロピカルダイアスを結びつけるために DN の数学モデルを構築します。で、基本的にはレールをアクティベーターとするフィードフォアドネットこれは DN のことですね。それとマックスプラスの有利関数の同機を証明するのはいくつかの全体を確認します。第一に、 あの、マックス・マウスと、あの、多項式の性質を見るので、あの、べき上の性質を見ておきます。それから、パート1で見た DNA の関数の合成として捉え見方を改めて確認します。で、まあ、それから、ザングーたちの論文はある種の、あの、条件を、あの、課してます。それを確認します。 で、このべき乗ですけれども、a がプラスのとき、x ラス y の a 乗というのは、実は x の a 乗プラス y の a 乗になります。で、これはだからあれですね。あの、x プラス a っていうのは max の x, y なんで、で、それの a 乗っていうのは、あの、x が、あの、あの、x a と y a の大きい方を取ればいいわけで、これは x a, x の a 乗プラス y の a 乗ですね。 ただこれは A がプラスのときになりたすだけで、A がマイナスのときにはこれは成り立つわけではありません。で、まあ、あの、掛け算の場合も同じで、X×Y の A 乗は、X の A 乗かける ×Y の A 乗。これは同じですね。X の0乗は0になります。で、AB が自然数のときには、の X の A 乗と、それの B 乗は、X の AB 乗になります。 この辺も、なんか見ればわかります。で、まあ、これも、あの、あの、くくり出すっていうやつです、ね。で、まあ、その辺はちょっと後でもう一度見てください。あの、トロピカの、あの、算術になれるという意味で。で、パート1のニューラルネットを関数の合成で表すということを、あの、確認します。これは、あの、PDF とビデオがありますので、こちらを参照してください。これなんですけれども。 で、関数の合成としての DNN。これは、あの D g n のベクトルから最終的には P g n のベクトルを下ろすってことなんですが、これはこういう形。new イコールシグマコンポーズロー、シグマコンポーズロー、シグマコンポーズローっていう形で表現できる。関数の合成。で、アクティベーション以前の関数ローっていうのは決定されるべき線形変換で、 アクティベーション関数は事前に固定されているものとします。で、L 番目の層の出力をニューエ l で表します。で、このニューエ l っていうのはその意味でも知らの式を見て、先ほど確認したものも同じで、ね、これは最終出力だと思っている L 番目の層の出力はニューエ l っていうのはシグマエル l コンポーズローエ l コンポーズエル l シグマ L-1、compose, row, L-, コンポーズロー L 点々点々、シグマ1、compose, r 1というふうに、この L 個の層の最終出力はこういう形で、で、それをニュートします。で、これはだから D 次元のベクターから NL 次元のベクターですね。で、ここでもパラメータは、お問行列 AL と、 バイアスベクター B によって決められて、ローっていうのは基本的には線形ですね。ローニューイコール a ニュープラス B。a ニュープラス B っていうのが、これがその線形の変換の形を表しています。で、で、重みの行列の成分、あの行列 AL の ij 部分を Aij、b、N、の i1 の成分を Bi で表すと、 これが、あの、エルゾーのパラメータ。重みと重い行列のバイアスですね。で、アクティベーターというのは、これは成分ごとに作用するというふうに考えると、同じ元は変えません。あ,るあの、NL 次元のベクターは NL 次元。同じ次元のベクターに、アクティベーターによって変換されます。で、最終出力は、まあ、アプリケーションと違って、まあ、ソフトマックスやシンモードが使われるんですけれども、 で、これは M 個のカテゴリーの分類だったら、あの、RP、最終出力の R、PT ガンのベクターを M 個のカテゴリー分類をするソフトマックスに移しやす、ね、い,いですね。で、まあ、それを最終層と見なされるので、それは便利なことで、まあ、ここを外しても別に、あの、議論のあれにはあの影響しないということを述べてます。 で、大事なことは、実は、ザングたちの論文の中で、フィードフォワードネットワークについて、次の状況をおかて一つは、重み行列は整数値を取る。で、これは大きな変更ですね。バイアスペクトは実数値。これは普通ですね。アクティベーション関数は次の形をしている。で、これを、まあ、あの、MAX の T、あの、XT。で、この T が0だったら普通のシグモイドですね。 これ、ここがマイナス無限大になれば、うんとマイナス無限大になれば、あの、そのまま値を返すという、あの、アクティベーションになりますね。ただ大事なのはこの A の部分なんですね。で、普通の、あの、ニューラルネットワークの設定では入力だけじゃなくて、その重み行列自身も実数値を取るっていうことを仮定しています。で、とは、これはちょっと違う、整数値を取る。 いいうのが大きな違いにな違にりますただあの、面会はしていて、で、こう、次数値の重みは、あの、有利数で禁じできるはずだ。有利数の重みに、あの、分母で、あの、最小公倍数をかければ分母を払えるんだから、で、まあ、別に、重みとバイアスを同じ、この最小公倍数、性の定数でスケールさせても、ニューアルネットワークの振る舞いには影響しない。 という話。これは実はなかなか面白い問題なんですね。まあ全然違う話なんですが、あの、例えば前回お話した1ビット LLM っていうのも基本的にはあれですね。あそこの重み行列っていうのは、例えば最初のあの1ビット LLM は0と1だけでしたし、1.58LLM ってやつは0と1とマイナス1ですね。いずれも整数値を取る重み行列を使ってる。 ですね、だからそれは単にあの作業たちの、まあ、都合がいいように条件を変えたというよりも何か深い理由があってあの整数で重みを取るっていうこと多分あれなんですよね多分自然の例えば人間のニューラルで深海細胞で考えてみてまあ僕は時々そう考えるんです例えば今トランスフォーマーすごい人気なんですが人間の脳の中にトランスフォーマーに対応するものがあるのかっていったら 多分違いますね。まあ、あの要するに、同じ機能を持つといったって、鳥が空飛ぶから、それと飛行機と似てるってのは、翼の素材しか似てなくて、エンジンがある方は違うんで、機械の,あの振る舞いと生き物の振る舞い、違って別に構わないんです。だけどあの、ニューラルネットに関して言うと、実は昔は、あの少なくともコンボリューションアテンまでは、少なくともニューラルネット、本物のニューラルネット。 生物のニューラルネットと、あの、コンピューター上のニューラルネットってのは、そのパラレルな関係があるっある意味研究の導きになったんですよね。ところが、トランスフォーマーが人間の脳があるのかっていう真面目に考えては多分いないと思います。だからもうちょっと別な言い方すると、例えば人間のニューラルは、あの神経は掛け算をするのかっていうと、僕は多分掛け算はやってないような気がするんですよね。 で、基本的には人間の尿ロっては、まあ動物もどんな生物の,あの神経回路も、おそらくあの0と1、ディジタルに近い形で動作をする。で、それはおそらく、あの、掛け算なんかやってないだろうっていうような気がしていて、まあそれはきちんと説明できてるわけじゃないんだけれども、で、こういう条件へ、え っていうのは、あの、無理やり最小公募数をかければ分母払えて、あの、任意の生徒で禁じできるって問題以上に何か意味があるだろうというふうに僕は思ってます。ただそのことをまだはっきり言えないのは残念ですけどね。で、まあ、あの、レルだったら先ほどの t を式位を0に置けばいいし、同一者、同じものを返すってマイナス無限で与えればいい。 で、まあ、この研究では、レルーをニューラルネットの最も単純で標準的なモデルと見なして測定、そこから特意なタスクでより効率、効果的な別なモデルを導き出すと。我々が求めているのは、一般的な理論的動作なり、特定の実用的効果ではないと考えると、この最も単純なケースに限定することは理にかなっている。まあ、それは、まあ、その辺は理論と 実験科学の違いなんですけれども、まあ、この辺もまあ考えると、いろいろ面白い問題がありますで。これも面白いですね。レルネットワークは、より広範なニューラルネットに共通する最も重要な要素、しかもそれをあの最も神秘的な要素、いくつか。例えば、先ほどの普遍的な近似、指数関数的な表現をすでに具現化している。 まあこれはあの神秘的かどうかは別にしてもこういう問題意識を持つっていうのはあの研究者としてはあの僕はいいことだというふうに思っています。でニューラルネットワークの数理を考える上でいくつかあのいくつかの前提があるんですがそれはあのコンベックスっていう概念が あの予想以上に強力な概念なんです。ここではちょっとコンベックスな関数の差の話をしようと思います。で、トルク型公式が定める関数もコンベックスなんですけれども、DNA の質が一般にコンベックスにならないんです。で、何でも取れますからね。重要なのは、2位の連続関数は2つのコンベックスな関数の差として禁似できる。 これは僕もよく知らなかったんですが、これはすごく効いてるんですよね。で、DNA の数学モデルっトリクカル有利関数が通る。なぜならばトかト、トリクカル有利、トリカル多項式はコンベックスでしかない。だけど、DNA の出力はコンベックスにはならない。だから、で、DNA のモデルにトリクカル関数をそのまま持ち込んでも多分うまくいかない。だけれども、2の関数は、 二つのコンベックスな関数の差として近似できるというのがある。まあ、コンベックスなこういうやつで下に一つ。で、上に一つのはコンケーブって言いますけどね。これはだからこの F の中に、まあ、これは直感的に言うと、この直線のように二つの点を取って、その直線が常に 元の直線より上にあるってことで、ね、それは難しく言ってのはこの赤い式です。まあ、直感的に言うと、その直線上二つ点 AB を取ったその真ん中の点は常に、あの、二つの、あの、点を足したものより上にある。とこれも単にラムダを二分の一入れただけです。まあ、直感的にはだから、直線の上を走る二つの点で直線、あの、曲線を走る二つの点で直線を作って、 この直線が常にその曲線の上にあること。それがコンベックス。下に一つっていう条件ですね。で、ここの左側、ここの部分ですね。これは上に凸つですね。だって線を引っ張ると、その線はいつも直線下に来ちゃいますね。これはね、右の式で表せるんだ。こういうのをコンケーブという、これは上に凸つと言います。で、これはですね、あの、X の絶対値。 これは、あの、連続です。だから、ゼロのところで両方ともゼロの値を取るから連続なんだけれども、これは微分可能にはならないですね。折れ俺があって。これもしかし、あの、先ほどのこの赤い線の上に2点取って、それをどう動かしたって、必ずその直線より下に、この y イコール x の絶対値のグラフは来ますから、コンベックスになりますね。 で、これは単に、あの、この絶対値だけじゃなくて、x 上プラス x プラス c これは普通の相極線、下に凸の相極線とか、e の x 乗とか、あの、ローガリズムですね、あの、x のそれにマイナス付けたもの。これはもうコンベックスな関数になります。で、それと似たような考えが、れほどは直線とって、それが上か下かって話をしたコンベックスセットとノンコンベックスセットっていう概念。コンベックスセットっていうのは、 この左側の絵ですね。これはオメガっていう集合があって、その集合の中で、あの、どこでもいいから2点取って線を引っ張ります。そうすると、その線が必ずそのオメガの中に含まれるときにコンベックスというふうに言います。で、右側の方はオメガは、例えばこの A と B の点をこういうふうに取ると、この破線の部分はオメガはみ出しちゃいますね。で、これはノンコンベックスなんですよ。 で、だからコンベックスセットとノンコンベックスっう違う性質を持つんですね。大事なことは、この図を見てほしいんですが、赤いグラフ、これは赤なんだろう。う 3x4 プラス x だって書いてますね。で、ブルーのグラフ、これは x の事情。で、これはどっちもコンベックスなグラフです。下に一つなる。ところがですね、この差を取ります。g-x で差を取ると、これは下の黒い線。 これ全然コンベックスじゃないんですね。あるところはコンベックスで。で、真ん中辺はあの、あの、原点だったらコンケーブ。で、二つのコンベックス関数の差を取ると、実は任意の連続関数を作れるんです。で、こういうのを、ただの黒い線を、これを F とすると、 この f が g マイナス h、g も h もコンベックス。で、こういうのをあの d c デカンポジション。d c はあのなんだっけあのデファレンスオブコンベックスファンクション。d はディファレンスさですね。で、c はコンベックス。デファレンスオブコンベックスファンクション。で、d c でこれを d c 分解というふうに言います。 要するに2意の多項式を2つのコンベックスな関数の差で分解すること。これが保証されるんですね。それを DC ファンクションというのは2つのコンベックス関数の差として表現できる関数。ディファレンスですね。ディファレンスオブコンベックスファンクション。それを DC ファンクションと言います。 で、DC 集合と DC 集合のいくつかの性質について、任意の連続関数は DC 関数によって望み通りの精度で禁似できる。任意のグローズな集合は、一つ上の次元の DC 集合の遮影である。DC 関数のクラスは、線形操作や有限のサップやインフォを取る下で変わらない。で、これも大事な性質なんだ。あの、 これはいいですね、まあ、これから実はですねあの DC ファンクションというのはこの最適化にいろんな応用がされます。でまあ僕もこれもあんまりよく知らない詳しいわけじゃないんだけれども,あのもうそういう使われ方をこれまでもしてきました。最近まではそれにトルクカードを使っていろいろ考えるうのも結構流行ってるみたいです。 で、トロピカル有利関数というのは2、二つのトロピカル関数、二つのトロピカル多項式 F と G のトロピカル小。それは、あの、二つのトロピカル式 F と G の差である。だって、トロピカルの世界では、あの、比っていうか小は差になります。だから Fx-Gx が Fx over Gx ということになります。 で、この f と g がトリプカル多項式関数のとき、f over g でトリプカル有利関数というふうにラショナルファンクションですね。有利数。割り算分子、分母と分母が gx で分子が fx である関数。それをあのトリプカル有利関数というふうに言います。で、d d 変数のトリプカル多項式を t。これは各格好の x1、xd で表し、d 変数のトリプカル有利関数を あの t の丸カッコですね。まあこれは、この辺はまあ当たり前ですね。だからそういうふうに考えれば、あの有利関数って、あのトリプル多項式というのは有利関数の特別な場合、だから0で割ったものですね。で、トリプル有利関数の記事て成り立つメ題ダルは全てトリプル多項式とでも成り立つ。で、d 関数のトリプル多項式は d 次元のベクターをあの、 R に落とすわけですけれども、この fx を定める多項式はコンベックス関数になります。なぜならコンベックス関数といっては、max あるいは和を取る操作はコンベックス線を保証するからですね。で、d 変数の取り換え有利関数 f over g というのは2つのコンベックト関数の差であるので、これは先ほど言った gg ファンクション、difference of コンベックスファ c クションになります。 で、これでですね、これはもう少し、あの、先ほどのはあの R の D、あの、R の D 上、あの、D 次元のベクターから R の値を持つ関数の話でした、ね。これはもうちょっと一般化して、あの、D 次元の関数から、D 次元のベクターから P 次元の,あのベクターに値を持つ関数 F をカラー F を考えます。それは簡単で、その X、D 次元のベクトル X1、XD に、その F1、FP っていう P 種類の関数を適用すればいい。 ということになります。で、それぞれの Fi がトリプカル多項式のとき F をトリプカルの多項式写像と呼び、ボール DP で表します。で、これがトリプカル有利関数のとき F をトリプカル有利写像といい、これラッシュ、あとはラショナルですね。ラショナルファンクション、DP と表します、あ。これは一応持っていけばこうなる。なぜトリプカル有利写像なのか。で、多層のフィードフォワードニューラルネットは一般にコンベックスではない。 しかし、トロピカルタ公式は常にこれは繰り返しですね。しかし、ほとんどのコンベックスではない関数は、二つのコンベックス関数の差で表すことができる。で、それが、多層のフィードフォワード、ニューラネットは、ワークをコンベックスな二つのトロピカルタ公式の差、すなわち、差がだから有利関数なんですよ。っ考えるのは妥当だ。というふうに。で、ここからは、ちょっと、あの、面倒。 っていうか、ここが基本、この論文の主要な展開なんで、ちょっと今日は早口で時間の中でもう時間オーバーしてるんですけど、あの、ゆっくりまた読んでください。きっと、あの、ゆっくり時間かければ理解できることだというふうに思っています。 で、ただちょっとテクニックがあって、あの、行列を分解するんですね。一つは行列 A。A はだから、整形数なんで、あの、全部プラスともマイナスとも、まあ、いい、プラスの値、マイナスのは入り混じってるんですけどそれを A プラスと A マイナスで分割します。で、イコール A プラス、マイナス A マイナスって形。これは簡単で A、A プラスの成分は Aij。 とゼロのマックこれはプラスのやつはそのまま残るってことですね。マイナスのやつは全部ゼロに変わる。それから a、a マイナスの成分はマイナス aij。だから、ね、符号を反転して、それと x を比較する。要するに、a マイナスの成分は、そのマイナスはすべて符号を反転して、プラスにするんですね。で、その他のやつは全部ゼロにする。で、簡単に言えば、この、こういう行列があったとき、これはこの2つの行列の差で表される。 これはまあ、要するに左の式の正の部分は全部残して、それがあの、先ほどの、あの、A、A-B の A の部分なんですね。この A プラスはだから301023400。で、これは単に左の式から正の部分をそのまま取っただけですねで A。で、A-B の B の部分は、この一番左側のやつからマイナスの方が持つやつを反転して、 プラスが符号を持つやつは全部0下にした。まあ、そうしたらちゃんとこの比算すると、あの、一番左の行列を再現できますね。だからこの A はこういう A プラスっていうのと A マイナスの差として表現できる。差を作るのが重要だったんですよ。それからもう一つ、あの、テクニックがあって、 これはですね、マックス関数を変形するってやつなんだけれども、マックスの ABC を変形できるかっていうと、いえ、そのままじゃないんですかと思うかもしれない、ね。変形できるんですよ。これはマックスの中の、この例だと ABC3 つの項があるんだけど、この3つの項に正の数ですね、X を足します。マイナスだとまずいかな。 プラスの数 X を足します。そうすると、MaxA プラス、A、X、B プラス X、C プラス X というのは A、A プラス X か B プラス X か C プラス X を返します。で、それからマイナス X をすると、結局 A、A プラス X が選ばれても、B プラス X が選ばれても、C プラス X が選ばれても、結局、A か B か C が選ばれます。でも、それは MaxABC が返すものと同じです。だから、Max の中の、 こうに、正の、同じ正の数を足して、それをマックスの後ろから引けば、あの、変形できるんですね。例えばですね、ロー x イコールマックス a x プラス bt。これはあれですね、あの、ローローじゃなくてニューの方がよかったような気がするけど、線形変換に、この l を適用して t が0とすると、 アクティベータータを,をしてでこれはなんか変形難しそうに見えるんですけれども、これを ax のところ a プラスマイナス、a マイナスで変形すると、これは a プラス x マイナス、a マイナス x プラス b になります。で、これはちょっと整理すると、ax プラス b マイナス、a マイナス xt になります。で、これはあれですね、2つ項がありますね。 で、t だけのやつと、そのもっと長いやつ。そこにですね、同じ、a-x ってこう足すんですよ。t にも足します。で、足しただけじゃマックス成り立たないので、後ろからこの a、足した a-x を引きます。そうすると、中の部分がキャンセルされて、a プラス x プラス s b と a マイナス x プラス t ってやつが残ります。a マイナス x プラス t っていうのができちゃうんですね。しかも後ろから a マイナス x を引いたって形になります。 で、これを実は正面を使うんですよ。で、エルソンのアクティベーター後の出力流がトリクラリューリシャーで次のように表されたとする。だから、new x イコール fx マイナス gx だとしよう。で、これは仮定ですね。これは仮定したときに、これがエルソンがこういう形で表されたとすると、 L プラス1層のアクティベート以前の出力、これはローですね。これはローも、それから L プラス1層のアクティベートの出力、ニューもトリプカルユーリシャで表現できる。トリプカルユーリシャっていうのはトリプカル多項式の差として表現できるということです。この上の方の前提から下の方の結論を導けば、 まあ、あの、昨日方のステップが一つ進むんですけれども。で、まず最初に、あ、これごちゃごちゃ書いちゃって、ちゃんとアニメーションつければよかったですね。ローはトルキャルシャド像である。で、ローっていうのは、ロープラス、AX プラス B ですね。これはアクティベーション以前の値ですから。で、これは、あの、線形変換を使っただけです。で先ほどの仮定から、このローっていうのは F-G で表されることになります。 で、この重み行列を分割すると、A はプラスマイナス A マイナスになって、で、先ほども同じですけれども、これを計算すると、で、この前の部分引く後ろの部分で差の形になります。だからこの前の部分を HX として、後ろの部分を GX とすると、 このロー,ロー,ロー X は HX-GX という形で表されることがわかります。だから、ローっていうのはトリプカルユーシャンだと思わす。これはニューの番ですね。ニューはトリプカルユーシャンニューっていうのはあの最終出力で、あの、レルーを適用したもの。だから、あの、ニューの L プラス。これはあの、アクアクあの前のやつに、 これ、ローですね、タグ。ローです。これ、マックスの中の、あの、1日間違えたんだよね。で、この上の、1番目の式間違えたマックス、ロー、i、l、プラス1、x。で、それを直していきます。で、これは、じゃあ、レルー、まあ、t を0だとすれば、レルーになります、ね。これは先に見たローを適用すると、で、マックス、ここのところで、 こういうふうな形の差の形のやつを代入します。で、ここを先ほどの MAX の変形を使ってやると、こういう式ができます。で、これはだから、あの、ここが差の形ですね。だから、この上の先行する MAX をこの F だとすると、これは、n ュ w っていうのは Fx-Gx の形に変形できる。だから、これはトリプカリを利用 ということになる。これ、順番に一つずつ追いかけてみてもらうとわかるというふうに思います。結果を左右すると、ローは H-G、G、ニューは F-G っていう、あの、二つのトロキュル関数、トロキカル多項式の差の形で表されて、だから、ニューもローも、あのー、有利者像だってことが、あのー、言える。これを繰り返しやるいんですね。 で、ここで、ね、ま、全体があって、F っていうのは、ま、こういう式。G っていうのはこういう式。これは先ほどの証明の過程,過程で、まあ、無理やり近いんですけど、差の形を作った時に、ま、想定した形ですね。こういう形で、あの、結果が出てくるということです。で、これを、まあ、あの、それぞれが、あの、取り替えた方式だっうことを書くためには、これ、まあ、例えば F だったら、これはこういうふうに書けばいいですね。これは MAX ですから、和の形にして、 まあ、それぞれの、あの、のエッジでやって、こういう形で書くことができる。で、足し算はマックス掛け算は、あの、プラスになるということを考えればいいです。これ同じですね。これはこういう形で、あの、足し算出てこないで、これは全部掛け算の形で表される。これもそう、同じですね。これはさっき、あの、後ろにバイアスの雲がかかっているだけです。というふうに、先ほどの FGH はいずれも、 トルケオルタ公式として表現できる。だからニュム、あのローもそれらの差として、だからそれらのあの比とし、あの比として、それらの商としてトルカルオリファンスとみなすことができるという形で表現できます。で、じゃあこれはちょっとゆっくり追いかける。そんなに難しい話じゃないと思う。 で、まあ、そういう意味で、このニューっていうのは、あの、g 次元のベクターから p 次元のベクターの関数で、だから、そのニューは、この、これはまあ、トリック割り多項式に対して、あの、nu っていうのはトリック割り有利関数になる、ということですね。こ <laughs> こちょっと後で時間をかけて、ゆっくり自分の頭で。 考えてもらえればというふうに思います。いくつかミスプリがあったんですけど。で、ここでは最後になりますけれども、この、まあ、その改めてハイパーサーフィスやニュートン図鑑、トルク学機関の概念を紹介しようと思います。ちょっと違いが前にもにも、パート2でも紹介したんですけれども、あれはだからミニマックス、あミニプラス。今回のはマックスプラスなんで。 ちょっとあと、ノテーションも違ってますけど、基本的には同じものです。で、マックスプラスのトリプ型公式の値っていうのは、この fx で、こういうやつになって、c 1 x α オプラス cr。これは、要するに、あの、あの、値は、これは、プラスの部分をすべてマックスにして単項式で展開します。それをさらに、 このマックス c1 ンプラスこれはだから先ほどは内積って形で2つのベクトル内積の形なんですが。まあここではまずその単項式の最大値を取るってことを入意します。で、ここでハイパーサーフィスっていうのはこの2つの単項式が同じ値を持つ。で、単多項式 f を交差する2つの単項式が f の上で同じ値を持つ。その点の集まり。 でこれは先のを見たのと同じですね。パトート2で見たのと同じだと思います。それから、この fx イコール maxc1 プラス a1x の、これは max の中の項が全て線形変換であることを表しています。で、トルキ型ア項式、単項式が他の全ての単項式に対して最大値を取るっていう条件は、この cj プラスアルファ x が大なり ci プラスアルファ x で、これがすべてのラインについて成り立つのはその条件です。だからそういう区間を探し合いんですよね。で、直感的にはこの、これを TF で表してますけれども、で、この FX の単項式が表す値が線形である境界の領域になっていることを表しています。これはだから前に見たアイパンサープスの V で表してます。これは T で表し,で表してますけれども、の同じものですね。 で、今度はニュートン図形。まあ、ニュートンポリゴンとここでは言ってますけれども、あの、ザングたちはニュートン図形次を定義します、ね。たルクは多項式の、あのー、指数分。これでまあ、多項式が C1Xα1 乗、プラスプラスプラス,プラスの CRX の αR 乗だとすると、あその α1αi というその点だけを取り出します。 それをだからあの点を取り出してコンベクスハールを作ればいいわけで、ね。このコンブっていうのはあのその点、その集合のコンベクスハールを作るっていう演算ですね。これは前に見たニュートン図形の定義と同じです。でただここではあの、あの単公式 CIXαI 上の CI は無視されてるんで、まあ、先ほどだから無視すると同じ形だけれども。 違う、違う式が同じ形になるって話をしたんですが、これは CI を無視してるからですね。で、今度は逆にですね、このニュートンポリゴンを、あの、例えば先ほどだったら三角形がゴロッと出てきただけなんですけれども、で、それだけだと、あの、ちょっとわからないのがあって、で、先ほど無視したあの C 係数を含んだ 集合を P って呼んでますから、それを作ります。それは αy。これは先ほど見た係数の集合ですね。後ろにあの無視した C1 をくっつけます。で、この2つをくっつけると、αy が D 次元で、C は R 次元、あの、実数1つなんで、αd×R 次元の、あの、それのコンベクトハルを作ります。 で、これはトルク型公式、こういう式があって1、X、1かける x1 の二乗プラス1かける x2 の二乗プラス2かける x1、x2、かける、プラス 2, X X 2かける x1、プラス2かける x2、プラス2。で、これ、あ、ごめん、ダニのところ外した。そうやって作った pf に対して、あの、プロジェクションをして、追加した c1 の子を落とすんですね。 ただ、何が残るかっていうと、前の、上のアパフェスっていうか、その図形の辺の部分はちゃんと線として残ります。で、そういうのを、あの、ニュートン図形の、あの、再分割、部分分割というふうに言います。ちょっとも、こういう形なんです。上があ、あの、エンバル、あの、ポリントープ、プリトープっていうか、多項式の、単公式の部分、 を全部バラバラにして、で、それの、あのー、シス、あのー、シス。これでも見てほしいんだけど、あのー、これ下の平面から、まあどっから見ていくかな。一番左か上の図の左から1かける x1 の事情ってやつを見てください。で、これは確かに上のあの fx1。 X1、X2 の式の中に出てきます。一番最初の項ですね。で、これは、あの、何が前と違うかっていうと、1× の1が、あの、要するに、下から一つ目になってます。同様に、一番右側には 1×X2 の二乗の1っていうのは、これ、同じ高さにあるんですけれども、あの、C1 が1で、それはだから、あの、 あの下から1番目です。逆に上のその,あのオレンジ色のところ 2×x1 とか2とか 2×x1、x2、x2 というのはこれは全て係数が2になってますね。だからこの,しあのところは高さが下から2の高さにあるんですよ。で、だからこのやつを あの、上から写影、影を落とすと、上の図形のエッジ辺が、下の遮影、あの、あの、写真、あの、遮影にも反映されます。だから、前は、前はってか、違う例だったけど、単なる三角形しかできなかったんだけど、この例で言うと、写影で下の平面に、この α1、A1、A2 の平面に落としたやつは、20、これは単にあの、係数の部分では見たように、 あの前のニュートン図形の定義と同じなんだけれども、ちゃんとその辺の部分、あのグリーンの部分、濃いグリーンの部分と、それからそのだろうオレンジの部分、ちゃんと線で、先ほどの三角がちゃんとあの違いが分かるように線引きされてるのが分かります。で、これをだから、ニュートン図形の分割というふうに、これはだから先ほど言った、 あの C は、むし、先ほど単純にパート2でやったみたいに、係数だけを持って、あの、ニュートン図形を作ると、あの、ただのっぺりとした大きな図形しか、要するにあの、コンベクスタールだからはゴムでくくって、その全部っていうだけなんですけど、こうやってあの、係数の部分を入れたやつの斜用を作ると、辺の部分がちゃんと下に反映します。こういうのを分割というふうに言います。で、問題は、 あのこのハイパーサービスとニュートンポリゴンのが対応するって話をしている、まあ先ほどこの前、パート2はこれで終わったんですけど、これではわる分かんないですの、ね、それをちょっと最後に説明しようというふうに思います。うん、この要するに、メーカーがニュートンポリゴンなんですけどこのニュートンポリゴンの上、頂点に名前をつけます。これを例えば A、B、C とします。 で、まあ、ここにもありますね。DEF というふうに名前をつけて、そうすると、あの、A, あの A っていうのはここだし、B がここで E だと。これに対応するのが、左のハイパー,サービスーッピンがあるんですよね。これは、え、これは点 P とちょっと対面してますね。で、ここ、これは点 R と対面してます。 ここの部分というのが ABC。ただし、この左側のブルーの ABC は頂点なんですが、左側のグリーンの点は点じゃないんです。これはここの領域全体を表しているんです。だから左の三角形の頂点は右の図形の平面の広がり。A を含む、グリーンの A を含む点の広がり。 他の頂点例えば DF でやってみると、DEF、これは頂点ですね。バーティクスなんだけど、これに対応する領域のここなんです。ここ、ここ、ここ。これも先ほどのように、これはあの、左側の点は点ではなくて、で、ここの領域をこの C で代表してるだけですね。だここ。で、こういうのはね 本当は明らかですね。左の,あのニュートンポリゴンというのと、この右の図形はあの対応している。ただし、この右のニュートン図形の頂点が左のハイパーサービスのえーと領域と対応している。これはとても大事な関係なんですね。なぜならば、その、あの、左側の領域というのは、この、 この線で区切られてますけれども、この線を越えるまでは同じ線形の関係で表現される。で、そこを超えた途端に別な線形の関数。だから A の領域は同じ線形関数で表現されるし、ところが隣の D の領域はこの線を越えてますので、の A とは違う線形関数がこれを表現する。同じように B も D とは違って、A とも違う線形関数で表現される。で、そういう領域がニュートン図形の頂点と対応する。で、ニュートンポリゴンの作り方は簡単でしたね。まあ、その分割するんだったら係数を持ち込んで、社屋を取ればよかったんだけれども、その作り方は簡単です。で、そういう形で、あの、ニュートン図形の頂点がハイパーサービスの 切り分ける、その領域と対応するって関係ない。で、これもうちょっと進むと、あの、単に、あの、頂点と領域の関係じゃなくて、今、アルファベータ側まであると相ついたっていう直線を、そこは半直線ですね、を考えた。これは全部対応するものが左側にもあります。だから、そのアルファベータ、右側のアルファベータは左側の、これはいずれも半直線は半直線に対応してますね。 で、逆に真ん中には PQQRQS という直線分ですね。あの、端がちゃんと区切れてる。これはちゃんと左側でも線分は線分に対応してるってことがわかります。で、基本的な対応として、ハイパーサービスの領域とニュートンポリゴンの頂点は対応するし、ハイパーサーフィスの半直線。これは大体平行する直線2つ。 のの行すする直線の三つ組ですねそれはニュートンポリゴンの中の半直線とも対応する。あごめん、ハイパーサーフィの方はあのニュートンポリゴンの方平行だとは限らないですね。あとはハイパーサーフィの線分はあのニュートンポリゴンの線分に対応するというような関係が分かってこれを使うと あの、セあの、ニューラルネットワークの性質。並行、要するに、どれぐらいの区分、あの、どれぐらいの、あの、線形写像、線形写像で表される領域があるかっていうのは、その、ニューラルネットがある意味、区分、あの、区別できる、あの、対象の数に対応しますね。で、それは実は、あの、その、 ニュートンポリゴンを作ってその頂点を数えればいいというようなことが分かります。で、これから実はここを出発点としていろんなあの類推移があるんですけれども、まあそれについては今回はお話しできませんでした。ただ基本的にはですね、あの、要するにニュートロー、要するにアクティベーション以前の関数、 ローとアクトエーション以降の関数ニーがいずれも有利多項式の差で表現できる。ちょっとベタって書いちゃって、本当は1行1行を説明していけばよかったんだ。ただ1行1行を追いかけていけば分かります。前提としてはそのマックスの変形だとか、あるいはその、あの、オミオネスの A プラスと A マイナスの分割で差を作るっていうやつが効いてるんですけれども、それさえ分かれば、単に差を作ればいい。 差を作の形を作ったら、それを FG あるいは GN に割り当てればいいっていう考えなので、で、そこは理解できると思います。だからぜひ、そこのところはご自身で追いかけて、あの、ニューラルネットワークを関数の分割で表すと、ローとニューになるんだけど、ローもニューも実は、あの、トリピュル多項式の差として表現できるというのは、 あの、ある意味では、あの、証明の中心部分なんで、そこの部分のロジックは追いかけてもらえれば嬉しいというふうに思います。今日はだいぶ長くなってて超過しちゃったんだけど、すいませんでした。またぜひ、これは、あの、自分でご自身でいろいろ追いかけて見てもらうのが大事なことじゃないかなと思いますので、ぜひ、あの、挑戦ください。今日はご苦労様でした。